のデモにおよそ12万1000人が参加したということですと、こうなっております。そうですね、まあ、あのきちっとした理屈を最初に述べますとね、はい、ワクチンを強制的にあの打たせなきゃいけない、打たなきゃいけない理由っていうのは何かってことです、はあはあ、あの日本人でもワクチンはみんなが打たなきゃいけないと錯覚してる人がいてね、あ、はい、それであのどういう理由だかちょっと分かんないんですけど、まあ、錯覚してるんでしょうね、それで職場でもあなたまだ 打ってないのとか、打たなきゃダメよって医療関係者とかっていう人がいるんだけど、あ、はい、あのワクチンっていうのはもともと効いた例がないんですよ。それはもうあの別に歴史的なことだから、あ、社会全体でってことですか。そうそう、武田の理屈とかじゃなくて、あのインフルエンザを僕らだったらインフルエンザだけ見ればいいんで、はい、毎年2000万人がかかるんですよ、そのうち1000万人が病院に行くんですよ、はい、それでまあ1000万人だけは特定されるんですけどね、それで1000万人も毎年かかって、はい、拡大死亡率で1万3000人とか1万人とか亡くなるわけですよ。ワクチンは毎年打ってるんですよ、うん、あの回数から言えば、延べ回数から言えば大体毎年平均して5000万打ってるんですよ、で5000万打ってるけども、うん、毎年2000万人がかかる、はあね、それでこれはまあ誰が考えてもおかしいと思うんだから、うん、でその前橋レポートってのがあるんですが、大量に本当にワクチンをあの強制的に打った場合があるんだけど、はい、その時のその病あのインフルエンザにかかったかどうかっていうやつの調査とか詳細に行われてるわけですね、それでワクチンに対して反対という人がいるのは当然なんですよ、なぜかったらワクチンが効いたことないんですから、ね、はい、ワクチンが効いたことないのに、うん、今度のコロナだけワクチンが効くかという、うん、もちろん証明はされてない、あ、おまけにプラスして、来年の5月まで治験期間というのがあって、はい、治験期間が終わるまでは安全性は証明できないんですよ、これ科学的に、僕の意見じゃないんですよ、で僕がなんか不妊症になるかもしれないとかなんとか言ってるっつって、批判してる人いるけど、今の状態ではワクチン打ってどういう病気になっても別に構わないんですよ、だって科学的にまだ証明されてないんだ、要するにね、なんかね、人間さん面白いね、自分が神様みたいになっちゃうんだよ、もしかすると政府の言う通りやるとき神様になるんじゃないかと思うんだけどね、権威の、はい、つまり自分自身は判断能力持ってない、僕全然ワクチンに対して判断能力持ってないんですよ、だって絶対に効かないわけだから、今まで歴史的に、ね、はい、絶対効かないことがもう歴史的に分かってる、別にワクチン、僕はワクチンは将来は頑張ってほしいと思うから、インフルエンザワクチンをしてたけど、それ何のためにしてたかって言ったら、はい、インフルエンザを防止するためにしてたんじゃないんですよ、だってどうせ防止できないんだから、ただ誰かがワクチンしないとワクチンの研究が進まないから、僕みたいなじいさんがやっぱりワクチン打つんだろうなと思って打ってた、はい、だから結局ワクチンを打とうって言ってる人がいるでしょ、はい、ワクチンを打とうって言ってる人はワクチンが効いたことないことを知らないんじゃないかと思う、ワクチンが効いたことがないんですよ、はい、いや、わずかに効いた病気はあるの、一部はしかとかなんとかってね、そのあるんだけど、うん、風邪で効いたことないんですよ、難病の元と言われるね、風邪のワクチンには、はい、風邪の病気にはね、うん、だから例えば皆さんはあのコロナウイルスって普通のウイルスだからね、風邪の、はい、RS ウイルスとかアデノウイルスとかって7種類、うん、風邪のウイルスってあるんだけど、インフルエンザ以外に一回もワクチン打ったことないと思うんですよ、日本人は一回も、はあ、だって冬に風邪になるのを防げるんだったらワクチン打ちはいいんだから、なぜ打たないかって言ったら効かないからなんですよ。先生ちょっと質問聞いていいですか、はいはい、今の効かないというのは、はい、まあ、ワクチンは重症化を、ね、防いだりあるいは発症を防いだりする効果はあるけれども、はい、効かないというのは、はい、要するにそれをもってして、はい、あのこの新型コロナウイルスっていうか新型コロナウイルス感染症が撲滅できるってわけじゃないっていう意味では効かない、今までのデータではですよ、そういう意味で効かないっていう、今度の新型ウイルスだけが効くっていう、それは特別な考えあるから、はい、それは別に打ったって構わないけど、うん、あの僕が大臣だったらね、今までの風邪のウイルスで効いたワクチンはまずありませんよ、だけども今度はコロナワクチンはみんながかかっちゃいけないから、あの実験的にやっぱ打ってくださいって言うんだったら僕は誠意があると思う、ね、だからあの僕ら特に科学者はね、はい、
科学者というのは自分の思いを言っちゃいけないんですよ、自分の心の中で自分はワクチン打った方がいいと思ったら打てばいいんで、はい、人に言うときには事実を言わなきゃいけない、ね、これ事実を言わなきゃいけない、だから例えば不妊症の問題というのは何かというと、ワクチンを打ったら不妊症になるなんてことは証明されてない、もちろん証明されてない、そんなことはもう100も承知だ、だけどワクチンを打ったら何になるかっていうことは何も明らかになってない、はい、だから不妊症であれ、脳血栓であれ何が起こっても別にそれはしょうがない、それからもう一つはね、ワクチンを打ったからかからないようにならないもんだから、はあ、だから3回目とかなるわけだよ、あのね、今イスラエルは 80% の人が打ったけど、はい、相変わらずあのコロナが多いと、ブレイクスルー感染なんていうね、いやブレイクスルー感染だって今まで全部それだから、うん、ワクチンを打ってもインフルエンザが2000万人もいるわけだから、はい、今度よりか何倍も多いわけよ、はい、だからね、僕はね、なんちゅうのかな、この社会現象だよねっていうのはね、うん、今まで決まりきってること、はあ、もう毎年毎年繰り返してることをね、なんで自分の考えで覆せるのっつってるわけ、いやいや、ワクチン打つ人がいるのはもう大いに結構だよ、僕別にそれ全然反対してない、はい、だけど、嫌がってる人に無理やり打たせるという理屈がどこにあるのっつってる、それは違いますよ、ね、ああだからね、その自分は神様だと思っちゃいけないって、はいね、それから上司、上司で神様みたいに思ってるね、会社の上司いるんだよ、俺の言うこと聞けねえのか、いや、あなた神様じゃありませんよ、まあ、それ言ってるだけなんだけど ね、まあ、なんか ね、 日本人、いやこれフランス人にも分かりにくいんだよ、だからこういうことがあるんだけど、まだ反対のデモがあるからいいんだけど、あのワクチンを打たせようとしてる人は自分がおかしいことをしてるという意識があるのかってことなんだ、だって科学的に全然証明されてない、来年の5月までは治験が終わってない、はい、でワクチンを打ってもまたインフレ、あのコロナとかインフルエンザにかかる、それはもうこれ武田の意見じゃないんですよ、分かってることなんですよ、はいね、だけども、うん、それは新しい新型コロナだから今度だけはワクチンが効くかもしれませんよ、それはもう分かってないわけですから、はそれをなんかね、お前ワクチン打てって言ってる人は何を考えてるのかな、意地悪なんだろうね、相手もワクチンの副作用にかからせてやりたいとか、うん、怖がってるやつにあのいじめっていうのはそうじゃない、怖がってる人にやらせたいと思ったり、その人間の心の中にあるよね、裏側の心、ああだから僕は全然違って、ワクチンは効きませんよと、副作用もありますよと、はい、ね、だけど打ちたい人は打ってくださいねと、うん、これが正しいんじゃないの、だってどっかにまんじゅう売ってたってさ、まんじゅう俺まんじゅう好きだって人だってまんじゅう食ったら糖尿病の人もいるし、まんじゅうが嫌いな人もいるんじゃない、口の中今甘いからまんじゅう食いたくないって人もいるじゃない、今日は冒頭から糖尿といういやそれで僕は思うんだけど、ワクチンを打てば感染が重症化を防ぐっていうのはね、途中から言い出して、これね実はワクチンの歴史では常にそうなんです、はあ、まずワクチン打たせるときはこのワクチンは効きますよって打たせるんだ、はい、途中で効かないから、これ毎回効かないから、うん、別にその特別な時があって、子宮頸がんワクチンでも何でも、うん、そこで何ていうかって重症化を防ぐって言うんですよ、あのインフルエンザも全く同じです、はあ、最初インフルエンザはずっとインフルエンザは注射打ったらワクチン打ったらかかりませんよって言ってたの、ところが途中で効かないことが分かってきたから、重症化を防ぐって言って、今重症化するかどうかの議論は行われてる、だから重症化するというお医者さんと重症化を止められるというお医者さんがいることは確か、だから科学者としては両方言わなきゃダメだ、ね、それはそのまま、はい、でその重症化を防ぐってことになると、うん、今度はどういうことになるかというと、集団で防ぐためにはワクチンは意味がないってこと、逆になっちゃうんですよ、要するにワクチンを打ったらコロナにかからないってことになると、ワクチンを打つっていうことが、うん、蔓延を防ぐことになるけど、今度重症化を防ぐってことになると、はい、重症化を防ぐってことはその人は出歩くからね、出歩くから余計に感染を増やしたんですよ、だからあのワクチン打って、はい、インフルエンザとかコロナにかかるので、かかるけども重症化しないってことだと本人のために打てってことになる、だから目的が変わるわけだよ、ワクチンを打ってあのコロナにかからないってことになると、これはみんなのために打ちましょう、これ成立するんだ、はい、ところが
ワクチンを打ったら重症化を防ぐってことになると、みんなのためには打たない方がいいってことが逆になっちゃうんですよ、ね、だからそのかからないか重症化しないかっていうのはもう非常に公衆衛生上は大きな影響があるんです、全然180度違うから、つまりあのワクチンに、あ、じゃあコロナにかかったって重症化しないから街歩いちゃうでしょ、ね、だって重症化するから病院に入るわけだから、だから重症化すれば、重症化ワクチン打ったらかからないってんだったら、あの人にあの強制することもある程度できるけどね、はい、集団として、だからね、だけどもう一つの問題は専門家委員会のレベルで言えばね、はあ、専門家委員会のレベルですよ、はい、60% ワクチン打てばかからないって言ってたんだよ、ね、ワクチンね、その 60% 集団免疫が形成されて、集団免疫が形成されるのは6割だって言ってたんだよ、もう6割足してんだよ、なのにまだ打てって言ってるんだよ、あなたが一番最初6割の人がワクチン打ったら集団免疫が形成されるって言ったのは一体どこに原因が、あの理由があるんですかと、理屈がなきゃ言っちゃいけないんだよ専門家は、専門家ってのは言ったら必ず訂正するときは、あの時のこのデータ見間違えましたって言わなきゃだめ、それは専門家だから、そういう教え方はなさいません、デタラメ言っちゃいけないんだよ、だからその意味ではね、あのワクチン打ったらかからないっていうのと、ワクチン打ったら重症化するっていうのとは全く質的に違う、それからもう一つはワクチンを2回打ってもダメだから3回打つっていうのもまた全く意味が違う、つまり集団免疫という、ね、意味じゃ全く意味が違うので、そこをよくあのワクチンを今進めてる方はね、はい、意地悪心を捨てて、人のために考えてほしい、はい、うん、そういうことです、はい、ワクチンが反対してんじゃないですよ僕は、ね、あの、はい、YouTube も分かってます、僕ワクチン反対してんじゃないですよ、あの集団免疫を守るためのワクチンと、本人を守るためのワクチンは違うっつってるんだ、そこを弁別して、それきちっとやっぱり専門家言わなきゃだから、先生金は鳴らさなくていいですか、はい、というお話なんですが、須田さんいかがでしょうか。おそらく先生の言おうとしているのは、要するに当初言われていたその集団免疫の形成という点では効かないと、だからつまりワクチン打っても何の効果もないという意味じゃないですからね、それは誤解なきようにしていただきたいんだけれども、ね、まあ、あの当初6割、まあ、現状では7割と言われているけれども、要するに、ワクチンを打っても要するに感染はすると、はい、感染を 100% 防ぐことはできないというのが、まあ、分かってきましたねと、でそうするとね、やっぱり今先生言われたように、重症化を防ぐ、それもう一つは発症を防ぐっていうね、はい、効果が期待されている、ただそれは社会全体の話じゃなくて、ここ個人個人の話なんだから、重症化したくないな、発症したくないなっていう人はワクチンを打てばいいし、重症化してもいいんだ、まあ、でもこういうロジックは本来だったら成り立たないんですよ、要するに医療提供体制に負担をかけるという点でね、医療崩壊を促すという点で、本当はその重症化を防ぐために俺はワクチン打つんだという選択肢があって僕はいいと思うんだけども、はい、まあ、ただそれは個々人の自由ですよね、というところになってきてるのかなと、でもう一点はね、ただこれは当初から言われていた話であってね、どういうことかっていうと、あのワクチンが開発、あるいはワクチンを接種、開発されたワクチンを接種が進んでったとしても、これで新型コロナウイルスの感染症というのは完全解決するわけじゃないよと、完全解決させるためには特効薬が必要だと常に言ってきたじゃないですか、それワクチンを接種しても発症はするし、感染はするし、重症化もするっていうことは私は、ね、当初から認められたことじゃないのかなと思うんですね、はい、だからそういった点で言うと、ワクチンを接種が終わったからといって全て問題解決するわけじゃないというのはこれは当たり前の当初から言われてた話ですよねと、そして今回の、ね、このフランスの話に翻って考えてみると、どうなんだろうね、その集団免疫の形成に果たして、資するのかどうなのかっていう点で考えていくと、はい、その辺は甚だ疑問になってきたんだから、あとは個人の、ね、責任に委ねるというのはね、まあ、もちろん繰り返しになるけども医療提供体制の問題はあるにせよですよ、はい、だからそこは委ねるっていうところに、すべきだろうなと、ただそれもいろんな考えがあるから、ただまあそういった意味で言うと、このフランスで起こってるってことは、どっちがいいとか悪いと抗議するね、暴動みたいな形で抗議するのがいいとか悪いとかというよりも、まあこれを社会がある意味で許容しているというね、民主主義的な土壌があるっていう証明になるんじゃないかなと、それはもう自分の意見、羨ましいね、今の日本でなんかワクチンを反対するとなんかお前おかしいやつじゃないかって言うんです、
民主主義ってのはそうじゃないんだからね。それで、うん、しかも集団免疫を形成させるって言うならまだいいけど、うん、もう集団免疫形成できないってみんなが言ってるんだから、うん、ねえ、あまあいいや、うん、尾身さんてるでしょ、はい、なんか専門家委員会の座長、あの人なんかあの特定病院のなんか経営かなんかしてるらしいね、いっぱい理事長されてる、理事長されてるの、その病院がね、これだけ医療崩壊とか言ってるのにね、3割しかベッドを取ってなかった、それで僕これあの不確定なんでぜひ NHK 放送してほしいんだけど、うん、はい、あの補助金は10割取ってたんだって。ああ、それが座長ってね、一体何やってんのって、うん、そういう詳細ニュースは、そういえば彼はあんまり医療崩壊って言ってなかったような気がするけど、うん、これはガサネタかもしれないから、うん、今日ニュース載せてないんだけど、はい、やっぱりこういうのこそちゃんとニュース載せないと、不適切な人が座長やってたらどうにもなんないからね、はい、やっぱり座長なんていう人はもう国民の命を背負ってるわけでしょ、はい、あ、うん、ああそう、こちらはあの追加の先ほどの名前が出た方について、これはあの尾身さんがそれで悔しいからっつってスコップで玄関から3枚割る、要するにねこの記事が今先生言われたようなことが流れたんですよね、うん、情報として3割しか入れてないと、うん、でそれに抗議っていうか腹を立てた男性が、そう、尾身さんの理事長を務めている病院の窓ガラスを、これね僕は思うんだけどね、 NHK がいるから、あ、ちょっと待って、スコップで割ったっていう話です、はい、どうぞ、スコップで割った、あの言わなくていい、言わなくていいんですか、あのスコップで割るような人もいるから世の中には、うん、それよりか大事なことは、なんでスコップで尾身さんの病院を割るような人が出てくるかっていうと、NHK が放送法に反対してるからですよ、放送法第4条では、うん、必ず対立する意見を流さないといけないと決まってて、NHK はその点では犯罪集団なんですよ、つまりあの、はい、ワクチンを、打てと政府は言ってるが、ワクチンは効かないという人たちもいるとか、打ちたくないという人たちが3割ぐらいいるとか、はい、その展開もね、それから尾身さんは何とかんとか言ってるけど、自分の病院には補助金をもらってるけどベッドは3割だとか、そういうのをちゃんと対立して放送すれば、人間とは感情的にならないんだ、だけどこういう感情的になるってことは何かったら、言論を統制したり、ある放送局が言論を片方しかやらないとね、人間さ、やっぱりそれは人間はね、物じゃないから、はい、やっぱりね、お前バカだから知らせないよなんつったら絶対に反対しますよ、はい、それとかスコップ持ち出すわけだ、まあくれぐれもね、こういう暴力行為を我々否定してますけどね、もちろんもちろん、ええ、だから暴力行為を否定するためには、はい、NHK が暴力行為を進めてるようなもんだと僕言ってるんだ、結果としてですか、放送法第4条がなければ別だよ、うん、だってちゃんとあって、放送は必ず A と B と反対をやるって決まってるのにやらない、一色しかやらない、そこはね、毎日だからね、僕思うんですよ、ちょっと話横に添えていいですか、どうぞ、先週の月曜日に、はい、あの寮生の腫瘍を摘出したんですよ、はあ、2箇所、体から手術で、はい、先週の月曜日、ああまあ年取ってきたら腫瘍ぐらいできるからね良性ですからね、皆さんね、誤解だけ、だ人間は死ぬ時はね、悪性腫瘍は体に3個か5個ぐらいあるのが適切らしいね、ああ、だから悪性じゃないから僕の場合は、そしたらまあ2箇所っていうのもあって、ちょっと大きめだっていうこともあって、全身麻酔したんですよ、で全身麻酔をした場合には、その全身麻酔をする3週間前、あの全身麻酔が冷めてから2週間、この間ねワクチン打てないって、これ厚労省の指示でそうなってるんですって、でなぜかったら、その全身麻酔の影響下においてワクチンがどういう、分かんないから、ね、影響が出るかわからないから、試験がね、そうやって、ああなるほど、先生言ってたように、ワクチンって何が起こるかって今全く検証されてないから、何が起こるかわからないんだなっていうのをしみじみと病院の中で、ご自身のね、お体だという、須田さんの言うことは説得性があるね、僕は架空のことをしか言わないからダメなのかな、いやだそれ現実問題言わないと、いや決してそんなことでもなんか前晩ほら酒飲んで全身麻酔してるみたいなもんじゃないですか、まあそりゃそうだ、やっぱ痛風が形を変えたですか、ね、ここでちょっと視聴者の方にアンケートをね取らせていただいた模様なので、うん、その結果見てみましょうか、どうぞ、はい、どういった反応が、日本でワクチン証明書を義務化するとしたらという、まあ、家庭の、ね、質問ですが、賛成の方は 13%、 反対という方は 70% 以上、どちらとも言えない 12%、 やっぱり日本は正常だね、あの僕ね、はい、あのコロナにかかってさ、自然免疫ががっちりついてるんだよ、あ、で今の僕の状態はね、
あのワクチンを3回打った人よりか安全なんですよ。あ、ところがね、ワクチン証明書出さないんだって。自然にかかった人は、だから抗体、あ、そうなんですか、だから抗体証明書にしかいないんだよ。同じなんだよ、ワクチンを打ったの、ワクチン打ったけど抗体ができてない人はいない。あ、それはおかしい、おかしいでしょ、うん、で抗体ができてるっていう、ね、そう、だから僕はね、せっかくはあの自然にかかってIgG も IgM もしっかりあんのに、証明書があってね、お医者さんがね、武田先生何か言われた時はこれを出しなさいって言ってね、あ、今お手元に終わりなんですか、うん、なんかどっか飲み屋の請求書みたいな、あといかがわしいとこの飲み屋の、なんか手紙とかそんなもんしかないんだけど、あれおかしいな、なんか寿司屋の名刺とか寿司屋の名刺、あ、おかしい、おかしいな、先生ポチ袋も、あ、これだ、終わりですか、ここにちゃんと医者の証明のね、武田邦彦、ほう、これあの PCR 陰性、おね、で これは陰性だからダメだ、抗体持ってるっていう証明書出してもらわないと。ダメってことだっけ。ダメなの持ってしょうがないじゃないですか。だけどさ、あのだからワクチン証明なんておかしいんだよ、うん、抗体証明じゃないと、はは、全部おかしいんだよ、うん、要するに人をいじめようと思ってんだよ、ワクチン打たせようと思って、うん、次行こうか、はい、参りましょうか、 NHK の電話行こうか、今度、あ、これ飛ばしていいんですね、そう、はい、わかりました、ではこちらにミサイル行かなきゃいけないです、ね、はい、わかりました。では今度はこの話題ですね、 NHK ウェブ特集、誰が何のためにデマを拡散させるのかという、この話題に続いて深入り参りましょう。こちら NHK ウェブ特集の記事の概要